三脚とか探してる方いらっしゃれば、この三脚おすすめですので、はい、Amazon。おちゃんです。今日はですね、YouTube 用の機材また買いましたということで、最近、購入した機材のご紹介をしたいと思います。はい、まずですね、1個買ったものこちらでございます。マイクですね。はい、車の中で喋ってる時の動画に関してもですね、あれスマホで撮ってるんで、スマホに、外部マイクをつなげて撮ってるんですけども、その外部スマホで撮る用の外部マイクですね。はい、ちなみに今この今撮ってるカメラはコンデジですね。コンパクトデジタルカメラ、YouTube に買ったんですけど、なかなかあんまり外で使う勇気がなくてですね壊したくないっていう気持ちがなかなか使わせてくれないんですけども、はい、これと一応 YouTube は、ただ基本的に車で喋ってるの多いんで、車で喋ってる時はスマホで撮ってるんで、でこのコンデジにはちょっと外部マイクつけられないコンデジなんですけど、この今撮ってるカメラはスマホだとまあ外部マイクつけれるんで、そのスマホで撮ってる用の時用の外部マイクですね。はい、で動画見てくれてる方は分かると思うんですけど、一応私ね、今現状でもスマホの車の動画を撮ってる時は外部マイクつけて喋ってるんですね。あれは一応メルカリでサービスポイントで買ったマイクだったんで、200円ぐらいかな、メルカリで200円で出てたマイクを買ったんで、はい、その割にはね、意外とちゃんとね音取れてますよね。若干あんま音質は良くないですけど、そのなんでそれ使ってたんですけど、一応別なマイクも試してみたいなということで、こちらアマゾンで買いました。はい、新たな外部マイクでございます。はい、まあこれここにジャックあるんでね、ヘッドホンのジャックのところに挿してカメラモードにすれば、このマイクで音声が取れるという、はい、でさらにケーブルもついてますんで、まあケーブルね、スマホでさっきの短いまま挿しても使えますけど、こうやってケーブルに接続した上でこっちをね、スマホに挿して、でここにこのクリップもついてるんで、まあこの胸あたりにつけてね、こうやって今の使ってる外部マイク同様に、はい、こんな感じで、録音できるということで、新たな、マイク買いました。3000円ぐらいですね。ちょっとね、どれぐらい音質いいか分かってないんですけど、一応100イン突破記念動画最近上げたとか、あれは一応の喋りの時はこのマイク使って喋ってるんですけど、どうすかね、音質。ちょっと私は編集しててあんまり極端に今の200円のやつよりいいなって感じれなかったんですけど、ちょっともうちょっとこれから使っていくと思いますので、ちょっとね、今の200円のやつと違ってちょっとごっついんですよね。買う前からじゃ分かったんですけど、思ったよりやっぱごっついんで、結構大きいんですよね、ここにつけるとこんなサイズ感さ。はい、まあ、ただね、これから一応ちなみにそのスマホメルカリで買ったマイクはですね、変換のケーブルがないとちゃんとマイクとして機能しないですけど、これは4極プラグって言いまして、スマホにも対応してるんで、このまま変換なしでスマホにつけると外部マイクとして使えるというマイクでございます。はい、三脚ですね。はい、今撮ってるカメラにつなげて三脚も YouTube やり始めた時にやろうとした時に買ったやつなんですけど、これと多分同じメーカーなのかな。でなんかリモコンが似てたんですよね。一応遠隔操作できるリモコンがこうやってついてますけど、これが同じなんで、もしかしたら同じようなメーカーなのかもしれないですけど、ただこれより今使ってるこの三脚は自撮り棒的なのもあるんで、なんていうんですかね、足の位置が低いんですよね。だから高くした時に安定感がいまいちなんです。なんで Amazon でレビューが高かったこの三脚を見つけてちょっと買ってみました。先日のね、100人突破記念の動画のバッティングとかバスケットの時にこの三脚を使ってるんですけど、これはですね、いいです。はい、ちょっとね前傾取れないんで
あんま参考にならないですけど、あ、一応商品のリンクだけ貼っときますんで、興味ある方ぜひ、これは買いだと思います。はい、あのね、多分2000、タイムセールもあったんで、まあ多分3000あれば買えるやつなんですけど、あの3000にしてはものすごくいい、あの三脚になってます。はい、高さがね1メーターに30ないぐらいかななんですけど、このねこの足の位置がね、これが今もともと持ってた三脚だと低いんで、こう高くした時の安定感がなかったんですけど、これはちゃんとした普通の三脚の位置ぐらいにあるんで、足伸ばしても安定感抜群なんですよ。おもちゃレベルですけど、このパンボーっていうね、あー、パンボー映んないパンボー、これですね、こうカメラね、こう動かしたりする時のパンボーがおもちゃサイズではありますけどついてます。はい、でこれスマホでも撮れるように、このこれで使えば普通のカメラがつけられて、これを挟むことによってここにスマホを挟んで撮れるっていう形にもなるという、はい、スマホで撮影する人とかでも使えるということで、これ非常に私買ってまだ1回、もうちょい1回しか使ってないですけど、あの本当に安定感っていう意味では、あの本当にいい三脚ですね。若干重さ、もちろん重さもあるんですけど、今使ってた三脚はあんまり重くないので非常に良かったんですけど、これは重い分安定感もあるんで、なんか外でねまたロケとかするときはこっち使いたいなと今後は思います。三脚とか探してる方いらっしゃればこの三脚おすすめですので、はい、Amazon のレビューもめちゃめちゃ高かったんで買ってみたんですけど、あ、これは高いの納得ですね。はい、レビューの評価が高いのはもちろん間違いない、すごくいいです、これ満点が。でこの三脚とですね、外部マイクを買ったというお話でございました。外部マイク探してる人はあんまりいないと思いますけど、三脚に関してはね、本当に意外と欲しいとか思ってる人多分いると思うんですよね、ホームビデオとかで。もうね、今時は三脚使う人もいっぱいいるでしょうし、3000円でこれ買えるんだったらありかなっていう風に個人的には思いました。はい、というわけで、最近買った私の機材紹介でございました。引き続き、こちらのね機材を使って YouTube 頑張っていきますので、どうぞねチャンネル登録して応援していただければと思います。よろしくお願いします。最後まで、ご清聴いただきありがとうございました。それでは。